方々を子育て中のお母さんだとした場合、大体3分の1ですね、この島ぐらいの方々は、地域に子どもと通じた付き合いがない方々という状態だと言われております。でこういう状態をですね、孤独な子育て、子育て問題と言っているんですけども、私たちはその子育て問題を解決したいという思いで活動しています。具体的には勝ち時にグロースリープ勝ち時という、子どもだったり大人だったりが、遊びですとか、そういう交流を通じて遊び学ぶ、そういった体験ができてですね、子育て支援施設というものを運営しています。今日はそういった活動を皆さんにしていただきたいというのと、よりですねこういった活動を広げていきたいという思いでこの場に参加しています。でその孤独な子育てがなぜ問題なのかと言いますと、虐待ですね、虐待は統計データでは20年で約60倍に増えたと言われております。でその要因の一つが、孤独な状態、親御さんの孤独な状態だと言われています。また私たちが運営している施設によく悩み相談みたいな形で子どもの叱り方がわからないですとか、あとは子どもがなかなかハサミをうまく使えません、2歳なんですけど、2歳でなかなかハサミうまく使えないと思うんですけど、でもそういう悩み相談みたいなのをよく聞かれます。でこういったものって一人で抱え込んでしまうと、悩みが問題になってしまうと思うんですけど、誰か身近に相談できる方がいれば、そのもの、問題にすらならないものなのかなというふうに思います。でまた子どもたちもですね、遊ぶ場所がないから寂しいから遊んでいる、結構小学校4年生の女の子たちが入り浸ってよくかくれんぼとか鬼ごっことかをしているんですけども、なかなかその地域に居場所がないですとか、あとは結構習い事とか、これ本当に好きじゃないのにやらされてるみたいな、それですね、親子のコミュニケーションギャップみたいなのがあるのかなというのを感じているところです。でそういうですね、子どもたちの孤独感といったものも、私はやっぱりできないですとか、そういう自信のなさですとか、私はなんか必要な人間じゃないのかなという、低い自己肯定感につながるんじゃないかなというふうに思っています。で私たちも活動を通じてですね、子育てっていうものが家庭の中だけでできるものではないかなということを、もう切実に感じています。でその子育てというものをですね、家庭ですとか学校といったそういった閉じた空間ではなくて、もっと地域にですね広げていく、そういった活動をしたいなと思っています。で活動から3年を迎えまして、今累計で6000組ぐらいの方が、施設の利用に登録をしていただいておりまして、さまざまな活動をしていますと。で今回はですね、そういった、方々が施設を利用してくださっているんですけども、なかなかその場所が結構限られてきてますので、そういった活動場所を提供くださる方ですとか、あるいはこんなことをやりたいです、一人ですね、先ほどのプレゼン聞いていたんですけど、ぜひ皆さんと共有したいなと思っておりますので、またこの後よろしくお願いします。